はようございます。行徳のザリガニ親父ことバイリンガル YouTuber コミュニケーショントレーナーの高野文夫が今日も皆様にコミュニケーション上のワンポイントテクニックをプレゼンテーションさせていただきます。人間力大学の高野文夫です。今日は7月は23日日曜日、穏やかないい日ですね。真っ青に晴れてます、はい、今週はですね、皆様に宗教のお話をさせていただきたいと思います。宗教、一番世間でやめてちょっとねと言われるテーマをあえて引き合いに出します。今週、来週1週間ですね、宗教に関してお話ししたいと思います。昨日ですね、そのスタートの趣旨をお話しましたが、私はですね、20代、大学に入ってですね、宗教全盛期だったんですよね。私たちの青春時代はですね、創価学会とかですね、当時はですね、統一教会とか、キャンパスでは原理研究会というのが流行ってましたね。はい、そんなわけでですね、私は特に一つのですね、決まった宗教を持ってるわけじゃないですが、宗教を学ぶのが私の趣味なんですよね。というのは、宗教というのは人間学ですから、もちろんですね、コミュニケーション学とも関係あってですね、面白いんですよね。昨日もお話しましたけれども、幸福の科学なんてのは本当に何は何ば花月の漫才を見るより面白いですよ。亡くなられた大川隆法総裁のお話なんかはですね、まるで吉本興業の漫才を見てるより楽しいですね。面白いです。はい、今日はですね、一つテーマはですね、悩んだってしょうがないと、悩んでうだうだしてる時間がもったいないですよというお話をしたいと思います。はい、四季即是空、空即是四季なんですが、これどういうことかというとですね、色はですね、生きてる現実の世界ですね。空はですね、我々の目では見えないあの世の世界とか、私たちの前世みたいなことを言うんでしょうね。はい、色即是空、空即是四季はですね、何を言ってるかというと、色がある、生きてる時間は短いですよ。生きてるうちにうだうだしてですね、悩んでると人生終わっちゃいますよ。そんな悩んでる時間があったら、今を思いっきり最高にビビッドリーに花開いて頑張りなさいと、今日一日を思いっきり楽しく有意義に過ごしなさいということなんですよ。というのは、四季即是空、空ってのはある意味でなくなるということですから、四季ってのは生きてるってことですね。今生きてるけれども、明日死ぬかも分かりませんよ。我々は、生き物は、だからですね、我々は今生きているということは真実ですから、それは信用できる本当のことですから、今の生を思いっきり楽しんでですね、楽しんで謳歌しなさいということなんですよ。私のですね、今日はバックにですね、私の家のコンパニオンアニマル、犬とですね、ウサギちゃんを乗せておきますが、彼らはですね、コンパニオンアニマルはですね、悩まないですよ。餌をやると、やったー、うまーい、今の現実を思いっきり謳歌してます。我々もですね、いつ命なくなるかわからない生き物ですから、今を思いっきり生きようじゃないかというのは、これはですね、禅宗とかですね、親鸞とか道元とかの考え方とほぼ一致すると思います。今日はこの辺りにしておきましょう。さようなら。